はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴ありがとうございます。この園芸チャンネルでは多肉植物やいろんな植物、花や野菜の育て方や育てる様子などを紹介しております。興味のある方、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回は多肉植物って農薬使えるの？というところで農薬の紹介をしていきたいと思います。多肉植物、特に貝殻虫やアブラムシ、ハダニ、あとはキノコバエの幼虫など、気づいた時にはちょっとね、虫に食べられてしまっていて、時すでに遅しというようなことがあったりするようなことがあると思います。で、実際に多肉植物って農薬使われるの？ということなんですけども、結論から言うと農薬は使えます。特にね、多肉植物で使う農薬って言ったら、このオルトランがすごい有名かと思います。どんな農薬が使えるかどうかっていうのは、裏側に適用表っていうのが書いてあると思います。オルトランデラックスの適用法を見ると、まず適用害虫と使用方法書いてあります。で、実際にまず作物ですね、使える作物で、これで夏季観葉植物で、括弧でバラ、ハボタン、ベゴニア、ガーベラの属ということなので、夏季類観葉植物には使えます。それで多肉植物なんですけども、農林水産省のホームページを見たら、多肉植物に分類される品目、例えばサボテンだったりとか、まあ、いろんなその、まあ、柿類や観葉植物に分類される品目が一覧で出てます。で、それを見たんですけども、ちょっと多肉植物が載ってなかったので、実際に農林水産省に聞いてみました。で、聞いたところは、ホームページ見てるとこんなところがありました。これ見ると、消費安全、農産物、消費安全局、農産安全管理課、農薬対策室という課があります。ここは主になんか農薬のいろんな問い合わせの窓口になってるみたいで、ここに電話をして、多肉植物が何に分類されるか聞いてみました。そしたらですね、結論から言うと、多肉植物は観葉植物に分類されるということなので、実際に農薬のですね、後ろにあるこの適用法用の作物のところに、柿類観葉植物という項目があって、実際に使用例があれば、多肉植物には使えるということようです。なので、農薬使われるとき、多肉植物に使われるときは、ここの適用表の作物と使用方法を見ていただいて使っていただけたらなと思います。で、一個注意されたのが、まあ、その使えるのは使えるんですけども、まあ、ちょっと薬害が出るかどうかというのは実際に育てて使ってみてご自身で判断してくださいということです。そこは責任がちょっと取れませんよということだったんですが、農薬を安心して使えるということです。それでですね、多肉植物。まあ本当、まあいろんなホームページを見てもオルトランデラックス。これが多分一番使われているかと思います。なんでかというと、これ自体が、まあ、後ろの適用法を見ていただくと、まあ、アブラムシですね。粉貝殻虫ですね。一番の天敵、粉貝殻虫にも効くので、で、このオルトランデラックス、どんな効き方をするかというと、まあ、これ流剤です。これちょうどね、わかりやすいように絵が書いてあると思うんですけども、土の上とか土に混ぜて、このオルトランデラックスをあげることで、水を与えるときに、溶き出します。農薬が溶き出して、根から吸われて、害虫に作用する成分が植物の中に入ります。で、その植物を食べた貝殻虫とかアブラムシがですね、その成分で、が効いて死んでしまったりとか、そういう形になります。まあ、接触毒という毒になる、かと思います。なので、ちょっとね、即効性はないんですけども、予防とかですね、定期的にやることで持続的な効果が望める農薬だと思います。とかですね、これ実は使ってないんですね。で、何を使ってるというと、このダントツ流剤や JS っていうものを使ってます。なんでかというと、例えばオルトラン、これ高いんで、こっちの、さっき言った、こちらを混ぜて使ってます。ここをよく見てください。ここにですね、オルトランの、農薬登録番号の横に、アスフェート、クロチアニジン流剤って書いてあります。これが、オルトランデラックスの中に入っている成分になります。これですね、横見たら書いてありますね。ここにパーセントまで。と、アスフェートが 2.5% 入ってます。クロチアニジンが 0.25% 入ってますね。これはもう最初から混ざってるのすごい便利なんですけども、こっちはですね、アスフェート、JS、アスフェートだけです。アセフェートが 5% 入ってます。オルトラの倍入っ
入ってます。で、断突流剤も、これもクロチニアジンが入ってます。で、これが 0.5% オルトランの2倍、この中に入っています。まず断突の、こちら、流剤の適用法を見ると、適用表を見ると、ここですね、ここに、花き類、観葉植物、菊の属というところで、成分が書いてありますので、観葉植物、多肉植物にも使えます。で、JS の方も、ここ見てみると、ここですね、花き類、観葉植物、菊トルコ企業の属で書いてありますので、観葉植物の多肉植物にも使えます。すごいたくさんですね、こうやって多肉植物育てたりしますんで、これを混ぜてあげれたら、オルトランデラックスの2倍の成分が入った農薬になります。で、それをですね、適用表に準じて使用すれば、成分量がですね、まあ、使用量が半分で、十分効果がある、まあ、農薬になるのかなと。まあ、オルトランデラックスと同等の効果がある作用になるのかなというので、僕らはこう混ぜて、必殺技ですね、使っています。で、実際に混ぜるのなんですけども、ちょっとこれね、100均から買ってきました。で、あまりちょっと混ぜて、大量に混ぜて置いとくのは僕、お勧めしません。やっぱり成分がね、化学反応する可能性もあって、ちょっと成分変わったりする可能性もあるので、多分まあ、もうオルトランデラックスが混ぜてあるので大丈夫だと思うんですけども、やっぱその可能性があるので、まあ必要な分だけを混ぜて使うのがいいかと思います。この JS なんですけども、全農が出しているものなので、一般的なですね、店舗には販売されていません。農協の販売店舗だったら買えると思いますので、あんま興味ある方は、普通の店舗じゃなくて、それで農協が運営している店舗に行ってみてください。あと、農薬入れるの時は、紫外線を防ぎたいので、基本的には紫外線が防げるような、容器に入れてあげるといいかと思います。でね、色が違うので、まあ、混ぜた時にですね、ちゃんと混ざってるか確認ができるかと思います。はい、これで、断突と JS を混ぜたオルトランデラックスと同じ成分が完成です。今日はですね、僕が多肉植物に使っている農薬の紹介をしました。実際に今からですね、どうやるかっていうのも紹介できたらと思います。実際の害虫ですね、貝殻虫やアブラムシ、キノコバエの幼虫やハタに関してはまた別の動画で対策を紹介できたらと思いますので、今日は農薬の使い方をあと紹介して終わりにしたいと思います。これからももっと多肉植物に関するためになる情報をアップしていきますので、チャンネル登録まだの方、ぜひご登録お願いします。では行きましょう。農薬をやるときのやり方2つです。1つは植える前にポットにバラバラ撒く方法。2つ目、植えた後にポットの縁ですね、株元にですね、1グラムか2グラムですね、適用表を見てあげるやり方ですね。実際にね、こうやって、まあ、ポットあるんですけども、こんな感じでやってあげたらいいのかなと思います。どんなものでやったらいいのかなっていうのを探したんですけども、軽量カップですね。軽量カップみたいなのがいいのかなと思ったんですけど、ちょっと軽量カップだと、持つ取っ手の部分がね、短いので、ちょっとやりにくいのかなと思って、100均でいいのを見つけました。じゃじゃーん、こちらです。ダイソーに売ってたんですけど、マドラースプーンですね。こういったマドラースプーン、結構これ使えるかなと思って、これで僕はやってます。もし皆さんもよかったら、やってみてください。買ってやってみてください。こちら、プロリフィアのですね、親株にしているものなんですけど、ちょっとこれやっていきたいと思います。
やるポイントはですね、ポットの縁になるべく与えてください。ポットが小さかったらこうやって1箇所でいいんですけども、例えば 3.5 寸とか4寸の大きなポットになるときはこうやってね2箇所に与えてあげたらいいと思います。なかなかね水が当たって溶けたとしても全体にやっぱし広がらなかった意味がないので、少しですね均等になるべくように2箇所に変わって、大きな鉢、こう 2.5 寸とか小さい鉢だと1箇所でもいいと思いますけども、大きな鉢だと2箇所にやってあげるといいかと思います。であとはこの植物にですねかからないように、どうしても農薬は水分持ったら湿気が多くなります。どうしてもこの間とかにですね農薬が入ってしまうと腐れる原因になりますので、なるべくポットの縁にあげてあげてください。はい、これがやり方になります。今日は僕が普段多肉植物に使っている農薬の紹介をしました。もし、これを見ていただいて参考になった方はいいねよろしくお願いします。これからも植物に関するいろんな動画をアップしていきますので、もしチャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。また見てください。